じゃん、バスケットに入ったフルーツと、こっちは野菜だね。何が入ってるかな。これはナス、ナスって言うんだよ、ナス。そしてこっちのフルーツはイチゴ、イチゴだね。それからこれは人参、人参だよ。そしてこれはトマト、トマト。そしてこっちブドウだね、ブドウ。そしてこれは真っ赤なリンゴ、リンゴだよ。それからこれはレモン、レモンだな。フルーツの方に入ってるんだね。そしてこれはコーン、コーンとバナナ。じゃん。それじゃあこのアンパンマンのまな板とこの包丁を使ってトントンしていこうかな。まずはこのコーンから、コーンをトントン。そしてこのバスケットに入れていこうね。それじゃあ今度はこのナス、ナスをこの真ん中からトントン。よし、2つに分けてこっちに入れたよ。それからこれトマト、トマトだったね。トマトもこうやってトントンすると、この中のところに粒々がたくさん入ってるね。よし、それからあとはこの人参、人参も真ん中からトントンして、よし、2つに分けたよ。これでこの野菜の方は全部切り終わったかな。それじゃあ今度はこのフルーツの方を切っていこうかな。よし、まずはこのいちごを真ん中から切るとこんな感じ、2つになったよ。そしてこれはリンゴ、リンゴだったね。トントンするとこんな中身になってるよ。そして今度がこのブドウだね。ブドウはこの房を真ん中からトントンしていくよ。よし、2つに分かれたね。そしてこのレモン、レモンも真ん中からトントンするとこんな感じ。とっても酸っぱい果物なんだよね。そしてバナナ、バナナは真ん中からトントンしてあげて、中には白いバナナが入ってるんだね。よし、これで全部トントンし終わったよ。